ドンババブンババ。ドン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 。毎度です。ぼちぼちですよーん。今日もまったりミニカー紹介いきますよー。今日ご紹介するのはこちら、ホットウィールのメトロシリーズからアーマドトラックですよー。名前の通り、装甲車ですね。装甲トラック。現金輸送車とか、そんな感じですかねー。マーキングから読み取れる、カルフォルニアの L、セグンド。ホットウィールリザーブの意味ですが、銀行と捉えるならば、積み立て金的な意味合いでしょうか。なんとなく、金貸し的な意味合いを感じるのは、ファンキーなドルマークのコインのせいでしょうかね。なんとなく、うさんくさく感じる、このコインのキャラクターがたまらなく、いい味を出していますね。また、ボディの小豆色が微妙に怪しさを演出していますね。ああ、素敵すぎる。さて今回のこのマシン、メトロってくらいだから、なんとなく、マッドタウンをイメージしているのだと思いますが、これは成功していると言えますね。この、漂うオーラは、アメリカンな物語の脇役で、何度も見たような気がします。それくらい普遍のデザインと言えるし、名前もアーマードトラックと、ある意味個性のないのが、それを演出しています。しかし、ホットウィールならではの、魅力が溢れているのも事実です。メタルむき出しのバンパーが、無骨な印象を与えつつも、プラスチックの優しい質感が、それを中和させています。そして、最大の特徴は、全体に施された、このリベット表現である。ボンネットと、フロントグリル以外にびっしりと、表現されているリベットは、増加走行を表します。ゲイの細かいことに、シャシーにも、リベットが、モールドされているのがたまりません。いかに、荷台の荷物が、重要であるかを表すとともに、治安を感じさせる素晴らしいディテールです。これだけ丁寧でしっかりとモールドされたディテールを見て感じるの、儚型の凄さです。全方向にしっかりと抜かりなく仕事がしてあり、とても好感度が高いです。このボディは正直言って、設計者の愛情の賜物と言えるでしょう。大変素晴らしいです。さて、このモデルは解説した通り、プラスチックの素晴らしいボディに頑丈なメタルシャシーを装備しています。それはすなわち、カスタムベースに最適ということです。分解がしやすく、改造塗装が容易ということです。自分好みの色に塗り直すのみならず、ピックアップトラックに改造したり武装トラックにしたりと、いろいろ遊べそうです。とりあえず、黒く塗って、それっぽいシール貼るだけでも、相当楽しめそうです。個人的にはリベット全部削ぎ落として、通常の RV のようにするのも、面白いかなと思います。こういう素直な四角い車ってのは、ミニカープラモデルなどでも、貴重な存在なので、余裕があればストックしておきたいアイテムですね。今後のバリエーションにも期待したいですね。最後まで見てくれてありがとうございますですよ。またよろしくお願いしますですよ。バイバイ。